私その後飲みに行ったんですもんね、みんなで行きましたね。そうだ、なんか打ち入り的な感じで、そう、そう行きました。なんかアフレコより飲んでる時間の方が長いぐらいの確かに確かに、いい思い出なのか悪い思い出なのか、ね、え松岡さんはね楽しそうでしたね、とても良かったです。いや本当に、うん、もう皆さんにご迷惑おかけして記憶ないんでしたっけ。途中からないんです。途中からないのか、ないのか私分かんないですけどね。あの日高さんと話してるあたりでギリギリです、うん、ああそうなんだ。後で聞いたらまたね同じ話を延々としてた意味が分かんないまあそれはいいんですよ。そうですね、それを楽しかった思い出として、思い出として、お酒といえば松岡。いやなんか私もイメージで言うようだね。それで言ったら強いイメージが。それで言ったら、うん、あの僕最近記憶なくすことがほぼなくなりました。あ、なくなった。レベルアップだね。記憶なくしてたの？あれでもなんか最近さ、なんか記憶があまりまありませんって言ってた現場があったよ、ね、あれはですね、あの日高さんに、いやちょっとあの、いや何やるの？とある現場で、あの打ち入りがあったんですよ。一話のもう名前出しちゃったけど、ね、あ、間違えた。まあ、出てるしね。ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すみません、ね、お食事どころ松岡。どうも、お食事どころ松岡店主のゆきらさま役松岡優作です。はい、そして川島うらら役の日高里奈です。なんと、はい、すみません、かぶっちゃいました大丈夫です、なんと今回最終回ですはい、あとまあ松岡さんといえば、まあ、ちょっとね他のところでも喋ったことあるんですけど、一緒に番組打ち上げみたいで飲みに行った時に、打ち入りかすごい松岡さんがベロンベロンに酔った時があってあ覚えてますか？覚えてますよ。僕が1時間も、ま、同じ話をしまくったってやつですねそうそうそうなんか結構、まあ、回的には2時間とか3時間ぐらいの回だったんですけど、途中からまあ松岡さんがあ、まあ、酔ってきたなっていうのをまあみんなうすうす気づいてはいたんですけどもう1時間ずっと同じ話をその監督と原作者の先生と私に話してるっていう新たな一面を見ました。やばかったですよあれ本当に。いやでもすごい面白かったですよ、松岡さんがこんな、ね、すごい熱弁してるって。うん、これリナマルすごい松岡さん